ロシア語初版美容絶望は、ウラジーミル・ナボコフの七作目の長編小説である。九百三十四年にロシア語で、現代雑誌に連載され、九百三十六年に書籍として出版された。翌九百三十七年に作者であるナボコフによって英語に翻訳されたが、この九百三十七年版は、第二次世界大戦中に、ドイツ軍の爆撃によって、 在庫のほとんどが消失しており、現存する部数はわずかである。ナボコフは1965年に2度目の英語版を出版しており、現在活字になっているのはこちらの1965年版のみである。語り手であり、主人公のゲルマン・カルロビチはドイツ系のロシア人でチョコレート工場を経営している。彼はプラハで自分の分身としか思えないほど顔が似ている不老者と、 出会い、衝撃を受ける。この不老者は、フェリックスという名だが、彼と顔がうり二つであることに、気づきもしないようで、ゲルマンは、その鈍さを嘲笑する。ゲルマンには、読書好きだが愚鈍なところがあり忘れっぽいリーダという、妻がおり、彼女のいとこの画家、アルダリオンとも日頃から付き合いがある。ゲルマンの語りの行間から、リーダとアルダリオンが、 愛人関係にあることが伺われるのだが、ゲルマンはいかに妻が自分を愛しているかを檻に触れて、力説している。しばらくして工場の経営に行き詰まったゲルマンは、フェリックスに自分と顔が似ていることを利用した儲け話を持ちかける。それはフェリックスが自分になりすまし、その間にアリバイを得たゲルマンが何やら危うい仕事をするという内容だった。しかし実はそれはフェリックスを、 自分の身代わりに殺し、妻のリーダーに自分の死亡保険金を受け取らせるという犯罪計画だった。ゲルマンは自分の完璧な計画を芸術に例えて持参すると、共に手はず通りにフェリックスに自分の服装をさせてから射殺してしまう。しかし、身を隠した先のホテルで、この事件の犠牲者がゲルマン本人であるとは、欠片ほども考えられていないことを知り、 彼は激しく動揺する。それどころか彼が読んだ新聞には彼と犠牲者の顔は似ても似つかないと書かれていた。ゲルマンは自分の計画の完璧さと創造性を証明するために原稿を書き始める。それがこの絶望という小説だった。潜伏先を変え、すでに日記のようになった原稿を彼は書き続ける。ついに所在を暴かれ、 曲がりした家を取り囲む警官等勢のヤジウ馬を窓から覗いたゲルマンがその人だかりに向かって演説をぶとうとするところで日記は終わっている。ナボコフはベルリン在住中の1932年7月、初めに絶望の執筆に取り掛かり、同じ年の9月10日に最初の原稿を完成させている。ナボコフが絶望を書いた年はドイツが 政治的に大きく動揺した時代にあたる。内閣は総辞職し、当時の大統領、ヒンデンブルクの元選挙が繰り返される中、ナチスと共産党が衝突して、血が流れた。その後まもなく、ナチスが台頭し、ヒトラーが総統に就任した。ナボコフは、こうした政治状況の中で、全体主義に対する憎悪を募らせており、その残響は、絶望にも見て取れるほか、 自作である、断頭台への招待ではこの傾向がさらに顕著である。1935年からナボコフは、英語という言語に対して強い関心を寄せるようになり、直近に書いた2作の長編小説を英語に翻訳することを決めている。それが闇の中の笑いと絶望だった。ナボコフによれば、絶望の英訳は彼にとって広い意味で、 芸術的な目的で初めて真面目に英語を用いた例であり、翻訳作業はこの年の12月29日に終わった。彼は1936年4月に原稿をハッチンソン社に送り、同社から即答こそなかったものの、後に出版することで合意した。訳文のチェックは、ナボコフの友人だったグレープストルーベの弟子のモリー・カーペンターリーが言った。 しかしこの英訳版は商業的には完全な失敗で、1930年代にナボコフが受け取った印税は、雀の涙ほどだった。これは、ハッチンソン社は安価で、大衆的な小説しか出版しておらず、絶望はそういう作品でないことに、直接の原因があった。ナボコフは後にこの小説が、ハチドリの世界に紛れ込んだ際だったと嘆いている。ナボコフは、 ゲルマンという主人公や小説それ、自体をドストエフスキー作品のパロディとして書いている。典型的なのは、自分の小説に名前をつけようとしたゲルマンが、の、手記であったり、分身といった題名を検討していることだろう。ナボコフのドストエフスキー嫌いは有名で、その過剰な心理描写や犯罪、売春の賛美を批判していた。この特徴は語り手であり、 主人公のゲルマンにも反映されており、同じく完全犯罪を計画した罪と罰のラスコー・リニコフとも重ねられている。その他にもこの小説には、プーシキン、ゴーゴリ、ツルゲーネフ、オスカー・ワイルド、コナンドイルといった作家への間テクスト的な言及が豊富に見出せる。絶望は、弾頭台への正体や、たまものと並び、ナボコフのロシア語作品の中でも、 総じて高く評価されている小説であり、そのためかなりの数の評論が書かれている。例えばイギリスの小説家マーティン・エイミスはこの作品を、ロリータについで、ナボコフで2番目に良い作品という評価をしている。しかし、ナボコフの電気作家ブライアン・ボイドはこの作品には、複雑な感情を抱かされるという。曰く、一行ごとにナボコフの前期地性が炸裂している。 にもかかわらず、この小説の構造には、悲しいかなスタイルが欠けているように思われる。説得力がないと言ってもよく、別の文脈で言えば、俗理とする興奮をもたらすページが続くが、構成面から言えば、筋からの逸脱が不完全にしか回収できておらず、また筋書きの前提からして、読者の不信を宙づりにするに値しない。絶望のゲルマンは、 ナボコフの長編小説における二人目の一、認証による信頼できない語り手でである。しかし、目は100ページ程度で、中編小説と言ってよく、実験的要素が強い。一方で、絶望のゲルマンは、ロリータのハンバート・ハンバートの向こうを張るような、本格的な信頼できない一認証の語り手であり、ある意味でロシア語を話すハンバートのいとこなのである。ナボコフも戦後に出版した。 絶望の序文でこう述べている。ヘルマン、英語版の名前とハンバートがそっくりだと言えるのは、一人の画家が人生の異なるタイミングで互いを似せようとして描いた二頭のドラゴンという意味においてだけだ。どちらも神経症的な悪党ではあるが、ハンバートには年に一度、夕暮れ時にだけ天国の抜け道をさまようことが許されている。しかしヘルマンが地獄から出ることはない。 これを平易に言い換えると、ゲルマンが何かを正確に語っていると読者が肯定的に考えることは決してできないということだ。なぜなら、彼は周囲の現実を無視して自身の技術と才能を誇る傾向にあるからである。さらに、絶望には偽の分身というテーマもある。英語版の題であるディスペアは発音がディスペア、鍛えたいとなるように、二人が タイになるというゲルマンの考えが実際には誤りだったことがわかるという小説のプロットを象徴しているが、この小説では特に身体的な類似だけが変質的に語られている。青白い炎やロリータを筆頭に、ナボコフの作品のほとんどには、分身や反復、胸像といったモチーフが品質する。ロシアの詩人、ブラジスラフ・ホダセービチは、 ナボコフが執着していたテーマが一つあるという。それは、想像のプロセスを無双した人間が嫌をなく、孤独で狂った人生を送る役柄に放り込まれる姿の本質である。ゲルマンは自分を完全犯罪を作り上げる芸術家とみなしている通り、この説明にも当てはまる主人公である。同じように、ジュリアン・コノリーは絶望を 創造的な独画論を今める物語と呼んでいる。1978年、この小説はドイツ人映画作家ファスビンダーの監督により、絶望孔明への旅として映画化されている。脚本はトム・ストッパードが担当した。ありがとうございます。